ナズ・ダニエル・ローは、アメリカが衆国・オハイオ州ジェファーソン軍、スチューベンビル出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のタンパベレイズ所属。2005年の MLB ドラフト一巡滅追放で、コロラド・ロッキーズから指名され、プロ入り。2010年12月2日に、ホセ・ロペストのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。2011年11月2日に、FA となった。 2012年1月25日には薬物検査でアンフェタミンの陽性反応を示したことが判明し50試合の出場停止処分を受けた2012年のシーズンは独立リーグであるアメリカンアソシエーションのラレドリーマーズでプレーした2012年9月15日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ2013年7月1日のニューヨークメッツ戦で メジャーデビューを果たした。この年はメジャーで21試合に登板して1勝0。はい、防御率4.03。24奪三振を記録した。2013年11月1日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍したが、2014年1月29日にリーフとなった。その後、2月6日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは、 参加のトリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズでプレーし、47試合に登板して3勝3敗14セーブ、防御率3.66、72奪三振を記録した。2014年8月31日に、金銭トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。ヤンキースでは3試合に登板して、防御率13.50で、9月21日にディーフとなった。 ボルチモアオリオールズ時代2014年9月24日にウェーバー工事を経てピッツバーグパイレーツへ移籍したが12月2日に FA となった。その後12月15日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕を参カの AAA 級ノンフォークタイズで迎え5月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 そのまま右の中継ぎに定着し、36試合に登板して4勝2敗、防御率4.14、4ホールドを記録した。2016年4月1日にマイナー契約となり、トリプル A 級ノーフォークに配属された。6月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月29日にローガンオンドルセクの獲得に伴ってリーフとなった。 オリオールズでは移籍するまでに9試合に登板して、防御率3.72位、1勝を記録。また、トリプル A 級のフォークでは33試合の登板で、防御率2.39、1勝2敗4セーブ、脱三振率10.8という好成績を記録していた。2016年8月7日に、ウェーバー工事を経て、アトランタブレーブスへ移籍した。 ブレーブス加入後は起用される頻度が高まり、21試合にリリーフ登板。防御率3.60、1勝、20.0イニングで26奪三振と力投した。オリオールズとの合算では、30試合の登板で防御率3.642勝ホイップ1.21という、まずまずの成績を記録。また、29.2イニングで37個の三振を記録し、 高い三振脱出能力を示した。2017年、ブレイブスでは開幕当初3試合に登板した後、右後輩筋の張りのためマイナーへ配属された。6月はリハビリ登録されたものの、7月13日にマイナー契約でトリプル A 級グーインネットブレイブスへ降格した。2017年7月18日に金銭トレードでタンパベイレーズへ移籍し、 マイナーオプションで参加のトリプル A 級ダーラムブルズへ配属された。9月5日にメジャー昇格した。9試合で8回と2、3回を投げ、防御率1.072奪三振を残した。2018年は開幕をレーズの中継ぎとして迎える。7月8日に故障者リストに入った。レギュラーシーズンでは自身最高記録を残し、61登板で、 防御率3.58だった。2020年オフの10月30日に FA となったが2021年2月22日にレーズと1年115万ドルで再契約した。王子に電動入り二類種のビールマゼロスキーがいる。ありがとうございます。